俺がやる。まさか自分に引導を渡すことになるとはな。ケイケ、行くぞ。黄泉の国はまだ先だ。ああ、行こう。黄泉の国ってのは味気ねえな。まあそんなもん求めちゃいねえが。何か聞こえる。なんだ、水の音か。次は6ヶ月検診ですね。その時にお母さんの経過も見ましょうか。誰かの記憶だ。誰だ。女の子ですね。君ももうすぐお兄ちゃんだね。マリちゃんは絵が上手ね。マリ、ちゃんとお片付けできたのか。偉いな。僕の記憶。一緒に通った小学校だ。お兄ちゃん、私も行く。友達と約束があるからついてこない。一人で家に帰っても。僕とマリの記憶だ。あの子、アキトの妹じゃなかったっけ。そうだけど、こっち呼べばいいじゃん。いいよ、喋ることないし。
すぎだよ。何でもいいだろ。何でもよくないよ。お父さんとお母さんの結婚記念だよ。やっぱりお揃いのものがいいよね。遠い昔の記憶に思えるよ。母さんが家のことは気にするなって言ってた。マリもやりたいことやれよ。目を背けるな、アキト。お母さん、大丈夫だよね。やだよ、お母さんいなくなる。なんでみんないなくなるんだ。お母さんはお父さんに会いに行ったんだよね。ここから新しいスタートだ。下に行くんだ、この階段。恐れるな、大丈夫だ。どこまで落ちるの、私たち。早くそこに落ちればいい。お母さん、お父さんがいる場所。やめろ。アキト、逃げるな。あの子の言葉を聞きたかったんだろ。どうして私だけ。この東京で。
この世界はどうして私だけ落ちていくの。どうせ落ちるなら自分から落ちてやる。たいものを守るんだ。ああ、もう逃げない。ここだ。ああ、あいつもお前の妹もこの中だ。準備はいいか。家族の晴れの門出を静かに見守ってやることもできないとは、哀れな者たちだ。確かめに来た、マリの意志を。邪魔はさせない。物言わぬ彼女の願いを君がどう知るというのだ。やめろ！世界の門は開いた。あとは最後の仕上げだ。時よ、止まれ。
なんだこれは。彼女が起こしているのか。いや、それでも儀式は止められない。じゃない、あの時私これを。何、残してくれた思い出、どうしても置いていけなかった。やはり私は間違っていなかった。二つの世界は今つながったのだ。人々の魂は肉体から解き放たれ浄化される。私と私の家族は再び一つとなる。失うことも悲しむこともない。永遠の楽園で。
当の最後だ。なぜ私を拒む？なぜ私を拒む？二つの世界がつながったように一つになれ。誰がお前みたいな化け物と一つになるかよ。調べてみろ。そこを狙うんだ。
暗い寒い正確で停止しろ。あいつの弱点を暴くんだ。捕らえられていた魂だ。じゃあこの人たちは。ああ、魂と肉体が切り離されていただけだからな。自分に戻るはずだ。でもマリは父さん、母さん、父さんの命日は12月10日。母さんは6月9日。忘れてない。一度だって忘れたことなんてない。もう平気なふりなんてしないよ。泣いてもみっともなくても僕は生きていく。またな。次に会うのは俺が最後の最後まで生き抜いた後だ。家族の前でようやく素直になれたってわけか。黙ってたと思ったらまだそんな。最後に一つだけ頼みたいことがある。うん。妻と息子に伝えてほしい。俺は最後まで諦めずに生き抜いたと。わかった、必ず伝える。悪いな、使いっ走り頼んじまって。自分で行ければいいんだが、ちょっと疲れちまったんでな。KK。
アキト、もう取りつかれんなよ。死神は俺みたいにいいやつじゃねえからな。なんだよそれ、勝手に取り付いておいて。礼ぐらい言えよ。ありがとう。おやすみ。KK。